慶応義塾大学などの研究グループはインタラクション2011において遠隔コミュニケーションのための型塗りアバターテルーズのデモ展示を行いました。遠く離れた人と、例えばビデオチャットは今対面して行えるようになったんですけれども、例えば一緒に外出したりとか買い物をしたりということは、なかなかできないという問題があるので、こちらを遠隔の人がこのアバターを装着して外に出かけることによって、遠く離れた人がこのロボットを操作して自由にいろんな投稿を見ることによって、まるで僕が彼と一緒に買い物やデートしているこのような体験が行えるようなものです。このロボットはカメラ、マイク、スピーカーを備え60ユードで頭部を動かすことができます。スピーカーは指向性を持つため耳元でささやくようなコミュニケーションができ、カメラは装着者の視界内で動作するので常に一緒にいるような感覚でのコミュニケーションが可能です。そうすると例えばそのコップ取ってるとか、そういう指示代名詞を用いた場合に、円滑にコミュニケーションが行えるというのが利点です。あとこのアバターの目の表情などを変えることができて、周りの相手にいろいろアピールをしたりとかすることができます。本体は全部僕たちオリジナルで作ってまして、CAD で生成したものを 3D プリンターで自分たちでプリントして、市販のサーボモーターを6個使って、マイコンや、アンプをつけて本体動作しています。ロボットを操作するための通信はスマートフォンに送られた操作情報から Bluetooth を介してマイコンに送られてロボットが動くようになっています。また映像と音声の通信はスカイプで行っています。操作している人は操作するパネルを用いて、そちらの上でマウスで上下左右を自由に動かすことによって顔のを操作したり、また表情は目を開いたり閉じたりというアイコンをクリックすることによって簡単に行えるようになっています。